ホームでの連勝というところだと思いますが、勝利のために落とし込んできたこと、選手たちに伝えてきたことはどのようなことでしょうか。まず今週鹿児島戦を終えて、試合の入り方、運び方、あとは互いの攻守においてのボックス、ペナルティーエリアでの質のところは選手らに伝えてきて、なかなかトレーニングで量も質も上げれる時間は少ないんですけど、その次のゲームに向かってその辺を修正、チャレンジできればなと思ってます。次に対戦します岐阜、印象はいかがでしょうか。そうですね、個々の選手を見ると経験であったりクオリティであったり高い部分は確かにあると思います。ただ僕らとしてはそういう個々の高い選手らに11人全員で戦えればなと思ってます。今お言葉にあったように総力戦だと思いますが、どのあたりがポイントとなりそうでしょうか。そうですね、連戦というところで鹿児島戦で長い時間出場した選手以外の選手もいい準備をしてくれているので、総力戦ということに関してはどの選手が出場しても戦える準備は常に整えてくれていると思っています。最後にファンサポーターにメッセージをお願いいたします。そうですね、チームとしてはセレッソ大阪アンダー23で勝利して鹿児島戦と連勝をチャレンジしましたが、チームとしてはホームゲームの連勝という部分に関してはまだチャンスをいただいているので、そのチームとしてのホームゲーム連勝を目指して頑張りたいと思うので、天候はあまり良くないとのことなんですけど、精一杯皆さんの応援に応えれるようにピッチで頑張りたいと思うので、ぜひスタジアムの方に足を運んでいただければなと思ってます。以上です。ありがとうございました。上方選手、次に対戦する岐阜の印象をお聞かせください。はい、昨年まで J2 にいたチームですごい力もあるチームだと思うので、しっかり僕たちもチャレンジャーという気持ちで、挑みたいと思います。岐阜に勝利するためにどんなところを重点的にトレーニングしてきたのでしょうか。そうです、鹿児島戦で上がった課題っていうところにしっかり取り組んで、ボックス付近での精度であったり、最後しっかり、コミュニケーションを取って合わせるところであったり、そういうところをしっかり、発揮できればいいなと思います。試合の前には100試合出場のセレモニーも予定されています。ファンサポーターにメッセージお願いいたします。そうです、大雨の予報があるんですけど、なんとか無事セレモニーを終えたらと思うので、たくさんの人に見ていただけたらと思います。よろしくお願いします。ありがとうございました。それでは国分選手、次に対戦します岐阜、印象をお聞かせください。そうですね、経験のある選手が多いということで、やっぱりゴール前の質だったり決め切る力だったりは持っていると思うので、そういう部分を出させないように僕たちのいいところをどんどん出していきたいと思います。試合の入り方、立ち上がりが大切になってくると思いますが、どんなところを注意していきたいでしょうか。そうですね、まずは失点しないことを、みんなで気を引き締めて、やっぱり球際だったり小さいことせずに、まず最初大きいことをやって相手に圧力をかけていくっていう部分を徹底してやっていきたいと思います。最後にマーシースマイルでファンサポーターにメッセージをお願いいたします。当日やっぱり雨になると思うんですけども、僕たちは熱いプレーをして絶対勝ちたいと思うので、はい、ぜひスタジアムに来て応援はできないですけども、温かく見守って心の中で熱い応援をよろしくお願いします。ありがとうございました。はい、じゃあ13日、プラスタでホーム戦あるのでぜひ来てください。待ってるよ。緑の風に夢のせ、俺たちの誇り八の部、緑の風に夢のせ、俺たちの誇り八の部。Cheese!